アドリア海の真珠と言われるドブログニクにやってまいりました。でやっぱり美しい旧市街の街並みを満喫するためには、意外とその中に入っても楽しいんですけども、もちろん美しい街を外から見るというのがいいんですよ。ちょっと引いた位置から、そうするとこう立体的で美しい。そしてバックにアドリア海と、ご覧ください、こんな感じですね。城壁を200クーナ払って歩くのもいいですし、はたまたちょっと旧市街から外れにですね、いくつも公園があるので、そこの公園の高台から見る旧市街、これもまた素晴らしいんですよ。いかがでしょう。そして今日は、まあ皆さんが大体こうブログとかさまざまな写真で見るあの景色を見るためにケーブルカーで展望台に登っていきたいと思います。一番引いた場所、一番こう上からですね、旧市街を見る、今日はねそこからスタートします。すごい、これは展望台に登る価値ありますね。ここからしか見えない景色、これですよ。ある意味ドブログニクといってもですね、旧市街のこのエリア、今見えている私の後ろに見えているこのエリアだけが旧市街ですからね。ある意味非常にこう狭いんですよ。ドブログニクの見どころというか、ポイントというのはもう結構凝縮されているので、街自体は、まあ、ざっとねこんな感じで大きいですけど、実際の観光の核心地というのはもうここですね。ここ一つなので、ある意味回りやすいといえば回りやすいですけれども、まあ、ある意味ここしかないかなというところも正直ありますね。ドブログニクならではといったらもうこの町しかないですからね、旧市街しか、まあ、それをね、一気に一望できるこの展望台は外すことができないスポットだと思います。